クラウス・マッファイは、ドイツの重機械メーカーである。クラウス社製小型蒸気機関車の一例ミュンヘンに、本社を置いた二つの機関車メーカー、ゲオルク・クラウスが1866年に設立した、クラウス社と、ヨーゼフ・フォン・マッファイが設立した、JA マッファイ社が、世界恐慌に伴う経営難をきっかけとして、合併し、1931年に設立された。二千五年現在、 従業員2043人、売上が5億5300万ユーロである。JA マッファイ社も、クラウス社も共に、世界的に知られたドイツを代表する、有力機関車メーカーであり、特に、マッファイ社は、第二次世界大戦前のオリエント急行や、ラインゴルトなどの著名列車を多数牽引したことで、有名な、王立バイエルンク有鉄道 S3、6型蒸気、機関車の設計。 生産を行っていたことで知られる。日本では1913年に鉄道員が JA マッファイ社から曲がり配線用協力機関車として4100形状機機関車を輸入しているほか、1888年の伊予鉄道工1型や1889年の九州鉄道4型などを皮切りに、主に地方私鉄や軽便鉄道、それに日本陸軍鉄道連帯向けとして、 クラウス社製小型蒸気機関車が数多く輸入された。会社合併後、ドイツ国鉄向け機関車の生産に携わり、これは鉄道車両部門の分社まで長く続いた。近年では高速鉄道のアイスの車両生産も行っている。1960年代からは当時の西ドイツの研究委託を受けて、吸引式時期浮上鉄道である。 トランスアーバンの開発を開始して1979年代、初頭に走行試験に成功した、現在でもトランスラピットの開発の中心的な位置にある。また、日本で開発が進められ、実用化された HSST の基礎的配置のライセンス元としても知られている。設立当初は、主力商品である蒸気機関車のほか、走行車や戦車などを製造していたが、 第二次世界大戦後は一定期間兵器製造を禁止されていた。現在ではプラスチック製品の製造に欠かすことのできない射出成型装置の製造で知られている。日本の日本製工所はクラウス・マッファイからプラスチックの押し出し成型の技術提供を受けた。1963年から軍事兵器生産が解除され、レオパルト1、レオパルト2などの戦車や ゲパルトなどの自走砲の生産も行っている。1986年にプラスチック装置関連部門と車両、兵器部門が分社。さらに、兵器部門は1999年にベクマン社と合併してクラウスマッファイ・ベクマンが設立された。鉄道車両部門は1999年にジーメンス・クラウスマッファイとなり、2001年にはジーメンスに吸収された。 2016年には中華人民共和国の中国加工集団公使などによる投資家連合に買収されたカテゴリークラウスマフファイ製の蒸気機関車ありがとうございます。